本日の3問に入る前にお知らせです試験まで約3ヶ月そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講生さんはすでに模試を行っていただいてコンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます勉強の仕方を間違えなければ卓研試験は4ヶ月あれば一発で合格できます 弊社の受講者の中でも中卒で元とび職法律知識が全くゼロこの方は7月中旬から受講していただいてたった3ヶ月で一発合格しましたこの方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんであなたも今年合格できます勉強始めたはいいけれどもなかなか理解できない解けない問題がたくさんある今年合格できるか不安でも絶対今年合格したい もしあなたがそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座はおすすめです理解すべき内容は解説に書いてあります具体例考え方関連ポイント一緒に解説に書いてあります分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してありますもしそれでも分からない場合は直接私にご質問いただければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです 短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしておりますそれでは本日の3問に入っていきます A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であった C がこのことを知っていた場合でも C は AC 間の契約を B が追認するまでは取り消すことができる。丸か罰かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはどうなっているかというと、これ、ツですね。無権代理人の相手方、まあ、今回で言うと C さんですね。C さんは過失の有無にかかわらず、無権代理について善意であれば、 つまり、A さんが無権代理人だということを知らなかったのであれば、本人の追認のない間は取り消すことができるんですね。知らなかった場合に限って、相手方は取り消すことができるんですよ。で今回の問題では、相手方 C は無権代理人であることについて知っているんですよね。従ってこれ取り消すことはできません。従って誤りです。 無権代理行為を取り消す場合、えー、相手方 C というのは、是非が要件なんで、これ、しっかり頭に入れておきましょう。では問い2ですね、宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣、または都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない、○か×かという問題です。 これ答えはですね。取引相手が供託所に対して還付請求をして還付された場合供託所は免許権者に対して営業保証金が不足しましたよというふうに通知するんですね。でその通知を受けた免許権者は取引相手に損害を与えた宅建業者に対して不足額の営業保証金を供託してくださいと通知します。 その後、通知を受けた宅建業者は、通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません。従って、今回の問題っていうのは、不足が生じてからって書いてあるんですね。これが誤りです。正しくは、通知を受けてからなんですね。まあ、今回の問題に関する還付については非常に重要なので、営業補助金制度を利用した宅建業者と還付のつながり、全体像について、きちんと理解しておきましょう。 短期講座では動画を使って解説しております。で、3番ですね。え、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行うものはいつまでに行為の種類、場所などの一定の事項を誰に届け出なければならないかってことですね。で、これは昨日の内容、動画、メルマガでもお伝えした内容です。なので、まあ復習ってことですね。 まず、いつまでにっていうのは、当該行為を着手する日の30日前まで。で、誰に届け出が必要かっていうと、市町村長です。この2つですね、キーワードになってきますので、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、一応ですね、確認のために読み上げておきます。地区計画の区域内において、土地の区画の形質の変更、これは土地の工事ですね、造成工事とか、そういったものです。そのような工事をしたり、建築物の建築を行うものは、 この工事を行う30日前までに行為の種類だったり場所だったりまあそういった一定事項を市町村長に届け出をしなければならないということですねまあこれはそのまま覚えていただければ大丈夫ですそして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください他の通信講座や予備校と何が違うのかどうして短期間で実力を上げることができるのかそこまで解説しております 今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。